それからこの頃、青銅器が登場します。もしこの頃の文字の記録がなければ中国は青銅器時代と呼ぶのですが、この時代が華商周という王朝があったという名前が分かっておりますので、その王朝の名前を使っているというのが中国の歴史でございます。青銅器で非常に多いものはお酒にまつわるものであります。ここに挙げておりますのは、お酒を温める道具、それからお酒を注ぐお調子に相当する道具、それからおちょこというよりはコップだけなんですけど、そういう実際に飲むための道具などがありますが、青銅器の用途のかなりの部分は共宴、宴会をするためのものであります。この頃の政治というのは共宴をするということであります。いろんな各地から貢ぎ物が来るのですが、貢ぎ物を王朝の人たちだけが独占するのではなくて、それによって大宴会を開いて、さまざまな人たちをもてなすというようなことを行わなくてはいけないというような仕組みであったと考えられます。